た虫の声。いい声だろ。うっとりするわ。はい、ここまで。お試し期間終了。ここからは有料会員の方だけがお楽しみいただけます。虫の声を聞くのにお金がいるっていうの？デパートで買ってきたんだぞ。高かったんだぞ。皆さんの会員登録お待ちしてます。誰が来るもんか。ひどいわ。よし、パパに買ってもらおう。え、虫を買うってお金で？ねえ、いいでしょ。昔はスズムシやマツムシなんか家の周りにいっぱいいたもんだけど。ほんと、夜になると虫の音楽会でうるさいくらいだったわね。どうしていなくなっちゃったの？昔は空き地や原っぱがたくさんあったけど、今じゃそんな場所も少なくなったからな。子供の頃はここからお月見だってできたんだよ。そういえば今日は十五夜だったわよね。ねえ、お月見の話はいいから。結局スズムシはお預けか。今が昔だったらよかったのにな。じゃあ行ってみる？タイムマシンで。その手があったか。昔の世界でうんと虫当たって、うちの庭に放そう。今夜うちの庭においで。虫の音楽会を楽しませてあげる。本当？そんなにたくさん取れるわけないだろう。任せといてよ。嘘だったら虫の声有料会員になってもらうぞ。ついでに一生スズムシの世話もしてやるよ。絶対だぞ。パパが子供だった頃に行ってみよう。うん、見てろよ。なんでこんなところに出口が開いちゃったんだ。あ、これ建て直す前の家だ。あったあった、柿の木。今はもう枯れちゃったけど。助かった。重い。お、パパ。パパ、お前ら人の家で何やってんだ。さては、柿を盗みに来たんだな。やっつけてやる。逃げろ。おい、待て柿泥棒。参った。ともかく虫を取らなきゃ。ここならたくさんいそうだね。よし、捕まえまくるぞ。えっ、全然ダメだ。これだけやって一匹も捕まえられないなんて。このままじゃスネ夫にお金を払ってスズムシの世話まで。そんなの絶対嫌だ。助かった。またパパ。あ、お前ら、さっきの鍵泥棒。だから違うんだってば。そうか、柿じゃなくて虫を取ろうとしていたのか。ついてきな。なんだろう。さあ、うわー、ここならどれほどどんくさいやつでも虫が取れる。それ息子に言うセリフ。息子？めえめえ、それより虫の声がいっぱいだよ。お、お前おいだ。よし、ドラえもんじっとしてて。それ。お、お、そんなんじゃダメだ。もっと鳴き声に耳を傾けないと。よし、捕まえた。え、もう？ほら。うわー、スズムシだ。よく見えるね。へー、
この音で自分の縄張りを示したりメスを呼んだりしているんだよ。助かったよパッパッパパッと取ってくれてどうもどうも。あとこれ。ん？二度も助けてもらったからな。ありがとう。じゃあな。またね。バイバイ。次に会うのはのび太くんが生まれた時だけだね。あ、見て。おっきい。そうか、今日は十五夜か。それでパパはススキを取りに来てたんだ。広々した草原で月の光を浴びて虫たちが楽しそうに歌ってる。この虫たちが卵を産んでその子供が大人になってまた来年音楽会をするんだね。あ、どうしたの？やっぱり取って帰るの予想かなって。僕もそう思ったところだよ。住みにくい世界へ連れて行っちゃかわいそうだもんね。わわ、どうしたの？見つかる。のびすけ、お供え物の準備できたかい？ああ。のびろ、まだ食べちゃダメだぞ。そうよ、ちゃんとお月様にお供えしてからよ。はい。ありがとう。ん？なんだ？あ？どうしたんだい、のびすけ？ああ、なんでもない。虫は集めたか？それが。あ！集められるわけないよな。約束、永久有料会員になってスズムシの世話だぞ。ごめんごめん、どうぞお庭でお待ちください。え、あら、のび太くん、早く早く。虫の声のもと、この花の露をかけるとどんな虫でも綺麗な声で鳴くんだよ。はあ、でもこの辺りで捕まえられる虫なんている？まだかしら。おい、遅いぞ。お待たせしました。それではこれより虫の音楽会を開きます。スズムシ、マツムシ、コオロギ、他にもどっさりいるからね。ほう、聞かせてもらおうじゃないな。うわぁ、やるじゃねえか、のび太。これだけ集めるのは大変だったんだからね。さあさあ、こんなにたくさんどうしたんだ。見てろ。お、虫の声。お邪魔してます。これのび太がもらってきたんですって。みんなで食べましょう。いただきます。なんだか懐かしいな。昔こうやって虫の声を聞きながら食べたっけ。取ってきたススキや庭の柿をお供えして家族でお月見したんでしょ。見てきたように言うな。それでこの柿はどうしたんだ？それはさっきパパが。ん？ああ、いや、見てお月さん。あら綺麗。でもいいじゃないか、みんなでお月見できることの方が嬉しいよ。そうね。本当に綺麗な鳴き声。楽しかったぜ。どうもありがとう。またね。バイバイ。あ、なんだ？誰？虫は全部もらったぞ。虫たくさん捕まえてきたよ。まあ、綺麗な声ざます。早く出してあげるざます。うん。つまりだ。
感激ドラステキにドラバーガードラ焼きだ。ついに夢が叶うんだ。いただきます。ドラえもん、ドラえもん、ねえデマ、助けてほしいんだ。ドラステキドラバーガー、まだ一つも食べていなかったのに、なんてことをするんだよ。夢なんてそんなくだらない。こっちはジャイアンに殴られるんだよ。くだらないとはなんだ、知らない。悪かったよ。でもこっちも大変なんだ。助けてくれたらうーんとドラ焼きをごちそうするからね。本当？本当だよ。いくつぐらい？貯金のありったけ。それなら、つまりだ。これでジャイアンに勝てる。いや、勝てない。やっぱり殴られる。これ弾も出ないの？それじゃ何にもならないじゃないか。まあいいからいいから。のび太、そこにいたか。逃げるな。撃って。寝たの？夢を見ている。くらえ、ジャイアンスイング。そしてジャイアンスープレックス。これだけ痛めつけたらスッとした。勘弁してやる。つもりガンはこれからしようとすることを夢で見せて本当にしたような気にさせるんだ。へえ、そういうことか。助かった。じゃあ約束のものは。なんだっけ約束って。ドラゴンじゃんけん、 Bボタン押して参加してね。わかってるよ、どら焼きでしょ。約束はまもる。他に買いたいものがあるんだけどな。どこ行くの？宿題を済ませてからにしなさい。そうだ、宿題があったんだ、そうだったそうだった。少し休んだら。勉強のしすぎも毒よ。でもこうしている方が楽なんだよ。あらあら、ほどほどにね。どんな夢を見ているんだろう。それよりたらやきたらやき。早く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 ね。その前に僕も夢を見てみたい。早くしないと甘い家のどら焼きはすぐに売り切れちゃうんだよ。ちょっとだけだからね。しかしって言ったってさっきのは夢じゃないか。だから夢でやり返すんだよ。なんだ、また殴られたいのか。ジャイアンスイング。そしてジャイアンスープレックス。うわー、なに。日頃の恨みだ。本当にやったみたい。ずっとしちゃった。今日はこれくらいにしといてやる。なんだ。これで気が済んだろ。早く買いに行かん。そうだ、これでドラえもんを撃ってドラ焼きを食べた気にさせちゃえば。それ
ちに頼んで写真とサインをもらったんだ。いいの？離れたところから見るだけ手垢がつくからね。こらのび太、それ以上近寄らない。はあ、みんなに羨ましがられてさっぱりした。今、本当は僕を狙ったんだろう。ドラ焼きを買うのが惜しくなったんだな。これでのび太くんに寝てもらう。そしてその間にドラ焼きを買いに連れて行く。もう一丁あるなんてずるいよ。待て。ちょうどよかったわ。そこで安売りしてたのよ。運ぶの手伝ってくれない？え、今？見つけたぞ！うわ！ドラ焼き！どうしようどうしよう！ママ、ごめん！みんな持ってくれるの？ありがとう。ほんと助かるわ。あら。食べ物の裏には恐ろしいの。ドラ焼き！待てー！いー、今日は一つでも買ってもらうまで帰らねえからな。一つとは言わず全部欲しいわ。毎度あれ。いやー、儲かっちゃったな。のびちゃん、どうして？荷物悪いわね。しまった。どうだ、これで僕の勝ちだぞ。これでしばらくは大丈夫。あら、のび太さん。やだ、眠りながらニヤニヤしちゃって。僕のお嫁さんにしてあげる。嬉しいわ。ありがとう。もっと楽しいことないかな。お、よし、先生に褒められる夢を見ちゃおっと。いた、ずるいぞ。ん、しつこいな。よかった、まだたくさんある。よし、100万円分買っちゃおう。さあ、お腹いっぱい食べてよ。こんなにどら焼きを食べられるなんて。夢のようだよ。食べ過ぎた。もうどら焼きは見るのも嫌だよ。のび太くん、ありがとう。それはよかった。よかった。僕の勝ちだよ。僕の打ち方の方が早かった。さあ、どら焼きを買いに行こう。諸君、重大発表だ。重大発表？僕らはこの秋やりたいことをやる。やりたいこと？10月9日から4週連続ドラえもん秋のやってみようスペシャル。いつも怒られちゃうけど、街で思いっきり遊びたい。いいね。面白いゲームを作ってみんなと対戦したい。いいね。みんなが驚くすごいものを一から自分で作りたい。いいね。いろいろな場所に行ってみたいし、いろいろなヘアスタイルも楽しみたいわ。いいね。ジャイアンリサイタルにテレビの前のみんなを招待したい。詳しくはホームページを見てくれよな。10月9日からスタート。土曜午後5時からのドラえもんは？なんで僕だけ怒られるんだよ。憎めないよ、飲めばどんなことでも許してもらえるよ。本当かな？怒ってよ、タケプユ。もう勘弁してよ。まったく調子に乗って。